ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、テールのホラー穴に向かわなければいけないんだけれど、それが、海岸の方にあるって言ったよね。なんだなんだ。さあ、とりあえず行きますか。海岸目指して。でも前行った時別に、ね、なかったような気がしたけど。こっちの方ではないんだろうか。トロンボ。いやーは、背後から。ででで。で何ここ。小屋が。誰？なんやそれ、缶詰持ってるんちゃうの？ドッグフードのこと？お願いや、その缶詰、わしにちょうだい。お願いや。いいよ、別に。ええよ。大きにありがとう。ほな、いただきまーす。ドッグフード食べるの、ワニって。しかも缶ごと食べた。大丈夫？ガラクタが流れていくような音が。こりゃうまいわ。ほな、お礼にバナナをあげるな。いや、ほんま美味しかったわ。おー、バナナ。ドッグフードをあげたらバナナをもらった。なんかごっつい感じ。これ、売り物じゃないの。どうもごちそうさんでした。いえいえ。あれかな、パパールが言ったやつかな。猿。なに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 、敵なのこれ。こっちも見ずにやってくるんやけど。なんこいつ。バナナが渡せるとかではないの？違うのか。宝箱ある。しかしこれは、開けれないやつ。なんてこったい。ってどこにあるの？その、テイルのホラー穴とやらは。絶対ここ爆弾で爆発させるとこやん。なくない？ね、待って、なくない？ね、テールのホラー穴とか。ないよ。こっちの方なんもなかったよね。前言ったけど。どこ？どこにあるの？テールのホラー穴とやらは、上から行くんかな？そういうこと？ちょ、待って。行って、怖い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 。この辺、周りの木にもバナナあっとるやん。なんか、とりあえず、他のところで、なんか浜辺に降りれそうなところがあるけん、ちょ、そっちから降りていってみようか。敵を倒して、ルピーを稼ぎつつ、全然出してくれんけど。全く持ってルピー出してくれんけど。どこですか？こっち行けるんかな？いや、行けなーい。待って、どこだ？なんか今誰か落ちていかんかった。気のせい。あ、これ！これや！なるほど。浜辺まで降りちゃダメなのね。はい、これで。なんかそれ開いたら岩崩れてきそうやけど。大丈夫なのね。なんか音は今まで通りにしてほしかったな。テイルのホラー穴。何これ。別に何もないの？なんか超不気味やけど。動かせるとかそういうこともないっぽいね。はい、じゃあ左側。おっと、怖い。ちょ待って待って。メット？ん？あ、鍵来た。あ、マジで？そういう感じ。マジが生えた。もったいないことをしてしまった。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。イエーイ。ここは？閉まった閉まった閉まった。やめてやめて。怖い。いやー、ダメージ。お、コンパス。コンパスを手に入れた。ボスと宝の場所がわかるぞ。やったやん。さらに、鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き。もう鍵ゲットしたけどね。さあ、そして。あー、てかそっか、こういう風に、一部屋一部屋、仕掛けがあったっけ？そういえばね。鍵が近くにあるっぽいけど。
ま、なんかそれスイッチ？あー待って怖い。ふう。で、あ、宝箱。これ中に鍵とかそういうことかな。おお。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。鍵ばっかり手に入れようけど扉がないよ。これは、うわ、しまったー。あ、ハート、助かるー。いていていてい。はい。力のかけらや。いやー、え、あー、そうか、周り、ひび割れてる。ちょ、待って。え、逃げんなよ。え、さっきまで逃げおらんかったやん。向かってきよったやん。え、怖い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 。ふぅー。てい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 。ちょ待って、ビビる系やめて。これ動かせん？はい、止めておく。で、こっち行けるんじゃない？これいつまで続くんかな？あーっと、怖い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 。はっはっは。いやー、取り憑かれたー取り憑かれたー。あーいでもこいつダメージは受けんよね。おー、怖い。もしかしてあれかな？吸血みたいな感じで。くちばしのない石像が何か言っている。聞き取れない。入れ歯のないおじいさん的な感じやねん。くちばしを、痛い。くちばしをゲットしてあげよう。はぁ、もう。せっかく回復したハートがあっという間になくなってしまった。え、マジか。さっきこれの前に置いたのに。部屋を出たら、岩の位置も元に戻るのね。何、鍵、あれか、あれか鍵。ちょっと待って、へいへいへい。あ、やっぱり力のかけらがなかったら一発ではやっつけれんのよね。お、あ、これだけやったん。てかまたプラスで宝箱出てくるんや。お、ルピー、20ルピー手に入れた。ちょっと嬉しい。鍵はこっち。うー、怖いイエーイ、3つ目やん。鍵どんだけやねん。え、で？あっちではない。これ絶対復活してくるやつやろ。いやー、来ないで。お、めで、でででででで。あー、危険！ちょっと待って、超危険なんだけど、そこに落としたい。で、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 で。え、何もない。え、何もないんだけど、ちょ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 。え？え、怖い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 。絶対あれ起き上がってくるけど、ほら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 ね。じゃ、ハート、ハート。逃げるの？怖い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 。踏み潰してくるタイプですか？あ、そこに鍵。え？これは？開かないの？扉じゃないの？あれ。うわぁ、ここにもか。いえーい！ちょっと待って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 。は。お、落ちてったじゃねえか。え、これどうやって行くん？待って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 。え、痛い。あ、こっちにあるんか。なにこれ。あ、ここにも袋。あ、ちょっと待って、揃える感じ。あ、全然違う。全然違う。ちょっと待って。わかってる、わかってるから。ちょっと待って。何でもいいんかな、揃えるの。あ、全然違う。ちょっと待って。はい、もう一回もう一回もう一回。はい。あ、今の揃えるチャンスやったよね。次、はい。で、次、君ね。はい、あー、あー、違う、ちょっと待って。慌てるな、私。あ、もうこれ同じタイミングやん。あ、違う。必ず1個違うことになる。はい。あと1個。君だよ、君。あ、間違えた。ちょ、待って。はい。今やったな。今やったな。次やろ。はい。もう一個、もう一個、もう一個。はい。あ、違う。危ない！揃った！鍵？また鍵？へいへいへい。何これ？あ、石像のくちばしを見つけた。袋の石像を探そう。あるよ、ここに。はい。トゲ鋭きもの、縦にて弾き飛ばすべし。トゲ鋭きもの？
どれのことやろ。縦にて弾き返すです。はっはっ、待って、私の体力が危ない。ね、君ハートとか落とさない？ねえ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 、避けんなよ。おい、いいね、怖い怖い怖い。いやー、はっ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 は。そんなところでハート落とされても困るんですけど、取りに行けないんですけど取りに行けないんですけど。あれ、敵復活してない。ここもあかんし、こっちは復活したんよね。トゲするときものってどれ？なんかバチバチなりよるのしかおらんくね。もう君はハート出さない？あの、私ちょっと今、え、あれどこ行った？ハートがさ、なくって困ってるんだ。いや、来いや、こっち。出て出て。あ、ハート。しかし、危ない。ハートを拾いに行ったことによってハートを失いそうな感じ。お前は出さんのか。これかな？いや、トゲじゃないよ。あ、で、くちばし。痛い痛い。ちょっと待って、こっちに持ったよね。くちばし、くちばし。そう、ちゃんと慎重に行かねば。へいへいへい。よし、いいぞ。怖いよ、怖いよ。はい。道閉ざされし部屋の扉、四角のブロックを動かすべし。四角のブロックを動かす？これのことかな。よっ。あ、開いた。なる、あ、これ？トゲするどきもの。縦で弾き返す。はあ。ああ、そう、あ、いた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 。ちょっと待って。ちょっと待って。はあ。はあ。これで切れる。いえー、あっち間違えた。はい。ハートが、あ、てかそこにも袋。何あれ、階段。あー、ハートが落ちていく。トゲするときも縦にて弾き飛ばすべし。ん？さっき聞いたよ。同じこと言わないで。あ、マリオ的な。は。あ、ちゃんと、あー、ハートハート出たのに、拾いたかった。事情怖い。突進してこないで。は。お、オッケー。ハートはもうあるから、いいとして。なんかクリボーあれやね。なんかマリオの方はさ、結構あの、ムスッとした感じ。なにこれ？取れんやん。空中？ムスッとした感じやけど、あのクリボー超笑顔じゃなかった。え、ちょ、これ。よっ。あー、怖い。はい。なにこれ、羽、ロック調の羽を手に入れたらなんだか体が軽くなる。あ、え、体が軽くなる？羽、羽。ロック調の羽使うとひらりとジャンプ、あ、ジャンプできる、やった。ちょ、Y の方に、あ、怖い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 。Y の方に入れて、やったー、取れたー。いや、でもハート満タンなんだよね。これでジャンプできるようになったんや。やったー。ほら見て。華麗なるジャンプ。イエーイ。いいね、いいね。さあ、これで。ってことは、今まで行けんかった、あ、ここ。え、飛び越えて。帰れたー。こ、怖い。で、さあ、これで、ちょ、入り口の方。あれ？てか、こっちの方にもなんか、行く場所なかった？ジャンプで。痛い！ここに、うわ、行けんねん。あそこか？ここの鍵かな？私が今持っとるの。へい。ひら。どうよ。やったー！開いたー！これ鍵？ってことか。あ、これはボスの部屋の、ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉を開けられるぞ。やった。え、でももうボスの部屋？怖い。また他になんか。あ、これで右側のところも行けるってことや。ちょ、待って。え、これ、これ、行ったー。行ったー。は、は、は、くそ、ハート出さんのかよ。またこっち、あ、これからもハート出るのか。は、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 は
君たちはルフィに変わるのね。んで、あれなんかここ、この右側か。力のかけらゲットを燃えながら行く。そう、こっち行ったことなかったよね。避けないでくれますかね。で、てかあれ何？なんか倒れてない？あれあれ。あ、何？鍵？宝箱来た。鍵ではないっぽいね。音が鳴らん。え、今更！やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。今更ながらの地図。あ、ここの部分、ひらっと、ジャンプしていったら、ボスの部屋にたどり着けるんや。なるほど。これ何？あ、そういう感じ。ここに出てくるんや。へぇー。ほら、これでさ、ここに、ひら。なんかおる。これボス？え、でもボスもうちょっと奥の部屋じゃなかった？さっき見た感じ。え、こい。あ、ここもあれや。これが、いけてて、これがないとダメな感じ。ひらひらっと。怖い。やめてよ。消え。痛い。やったー！めっちゃぷよぷよの体やね。あ、妖精。やった。何これ。ワープ。あ、入り口にワープしてくれる。なるほど、便利。でも戻る。この先やったよね。ちょっと待って、戻ってしまった。あ、あれボスの部屋じゃない？でもなんか手前に階段。いてえな、おい。え、ここ何が？え、怖っ。何？ああ、ここで。なるほどね。え、こいつら襲ってこないの？めっちゃ不気味なんだけど。ここで死んだ冒険者たち？私もこんな目に遭うのかつら。さあ、ここで回復してからの、ボスの部屋だ。怖い。力のかけらが欲しい。ガフフ、よそ者、邪魔者。ハンバーガーみたいやね。レグテール。テールやテール。テールのでかい版。やあ、ボイテテ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 よし、行くぜい。来いよ。そっか、尻尾の先以外は受け付けないのか、攻撃を。いえ、ぶつかってこないで。でも別にあれやね、こっちを狙ってきよるわけではない。なんであいつは周り乗ったままでもあんなに平気なの？落ちろよ。普通落ちる。いてて。落ちるやろ。あー、怖いです。待って、弾き飛ばされる。もうちょっとこっち来てくれんかな。てかこのさ、剣で溜めた状態だとさ、同じ方向しか向けんっていうのはなんか辛いよね。あ、やった、溜め攻撃2回でいける。一方楽、避けさえすれば。あ、ハートの器。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。これもなんか今回のこのリメイク版から変わったらしくって、このハートの器を拾わなくても先に進めるようになったらしいけん。ね。なんか初期のハート3つのまんま、クリアまで、みたいな、縛りプレイもできるんじゃないかな。私は余裕で拾ってっけどね。満月のバイオリンだ。満月のバイオリン、綺麗。勝手になりだしたよ。何かが集まって。沼、花咲く沼に新たな道が続いている。ヒント、花咲く沼？沼？
追い出された。追い出された。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、要は、あれよね。こういう風にダンジョンをクリアすることっていうか、楽器を手に入れるごとに次のヒントがこう言われていくってことか。一応なんか、この、何?ゲームの中でマップ上での目的地みたいなのは示されんらしいけん、自分で考えて行動するしかないってことよね。頑張ってこう。